皆さん、成長に自己投資は絶対的に必要です。はい、皆さんこんにちは、リッティ代表の松野です。そして現在はセラピスト育成プログラムであるヒューマングラフという、プログラムも運営しております。現在はですね、静岡県浜松市にてこういうマンションの一室で一人治療院を運営しておりまして、お客様の平均単価っていうのはだいたい1万5000円程度となり、月の平均売上っていうのは約150万円程度になると思います。で、現在はですね、朝10時から夕方4時という、割とコンパクトな運営形態で運営しておりまして、1日4名様限定という形で施術をさせていただいております。で、ありがたいことにそれでも今現在は予約が約2ヶ月待ちの状態になっておりまして、新規受付は停止中の状態でございます。普段はこう治療院でこうやって治療をしているんですけども、それ以外にもセミナー講師として全国でいろいろ講演させていただいたりとか、アーティストさんのツアー帯同なんかにも今はもうしております。さて、今回のテーマなんですけども、自己投資についてっていうところなんですが、僕もこう本当に多くのセラピストだったりこうトレーナーの方のお話をこういろいろ聞かせていただくんですけども、自己投資をあまりね本気でしていない先生も多かったりとか、あと偏りがすごくあったりとか、そういったねところをすごい感じることができたので、ちょっとねこの自己投資についてっていうところをお話ししていきたいと思っております。この動画を見て得られるメリットとしてはですね、自己投資の考え方っていうのが少し変わってもらえれば嬉しいなと思います。結論から言います、自己投資は無理してでもやった方がいいです。もうこれにつきます。それでは早速本題に移っていきたいんですが、その前にですねちょっと告知をさせてください。現在8大無料特典プレゼントとして、僕がねいろいろ必要だなと思う動画をいっぱいギューってこう詰め込んで約2時間半ぐらいのボリュームになっているようなものだったりとか、僕のサロンで実際に使っている高単価を実現するためのメニュー表だったりとか、そういったものを無料の特典としてプレゼントさせていただいております。そちらは概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから登録してご覧いただけると嬉しいです。またこのチャンネルでは治療家トレーナー向けの日々お客さんのためにすごく頑張られている皆さんだと思うんですが、ご自身の人生っていうのをもっと大事に考えてほしいので、そういったところでこういう発信をたくさんしていっています。なのでチャンネル登録がね埋もれる前にこうしていただけると嬉しいです。そして高評価だったりいいね、そしてコメントの方も、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは早速本題の方に移っていきたいと思います。で、今回はですね本当にもう台本もなく僕の思いをこうベラベラ喋っていこうと思いますので、ぜひねお付き合いいただけると嬉しいです。自己投資についてなんですけども、これはですね僕も24、5ぐらいからこういう治療技術とか知識っていうものに対してもうものすごく投資をしてきて、多分総額で言うと今までで1000万は全然超えちゃってるんじゃないかなって思うぐらい自己投資っていうのはしてきております。本当にね僕の尊敬するトレーナーの方だったり、僕の師匠だったりこう治療家の方だったりとか、いろんなね業界で成功している人たちがいると思うんですけども、もう全員ほぼほぼとんでもない自己投資をしてます。僕がさっき言った1000万とか多分はるかに超えるんじゃないかなって思うぐらいの自己投資を皆さんやっぱりされてきてます。僕が思うに自己投資で得られるメリットが3つあるとしたら、まず1はもちろん知識技術が身について新しい引き出しが増えてできることが増えるよねっていうのが、まずまあ一番大きなメリットかと思います。続いて2つ目としては、やっぱりね同じ志を持ったそういう熱い思いを持った先生たちが同じ場に集まってくるので、そういったね志の高い仲間ができるというか、コミュニティができるというか、そういったのもねすごく重要だと思います。僕もやっぱ今でもねそういうセミナーで出会った人たちっていうのはずっといい関係が続いているので、本当にね大事なことだとも思います。そして3つ目っていうのが、僕個人としてはものすごく大事な要素だと思ってまして、覚悟のレベルが上がるっていう感じですかね。いいセミナーになればなるほど、どうしても料金っていうのはやっぱり上がってきます。それはその先生の講師の人自体がそうやって自己投資を続けていって、この金額を受け取れる方、要はこの金額を提示しても来てもらえる同じ覚悟の量を持った人を集めようとしているので、どうしてもそのぐらいのね価格設定にはなるわけなんですよね。なのでどうしてもいいセミナーになればなるほど価格は上がっていく、これはねどうしてもしょうがない
ないことだし必要なことだと思います。今もあの覚悟の量っていうふうに言いましたけども、僕はね自己投資でよくこう人に言ってるのが、自己投資とは自分が自分自身に期待する価値とか価格なんですよね。例えば100万円のなんかセミナーがあるとしたら、100万自分にかけてもいいと思えるかどうかなんですよね。そこでそれだけ自分が変わりたいと思うか、自分自身が進化することに期待をできているか、そのね価格の大きさっていうのが覚悟の量とリンクしてくるんじゃないかなと思います。やっぱりこう数千円で学べる価値のものっていうのは数千円ぐらいだからねっていう感じで、そんなにね深く身に入ってくるのかちょっとね分かんないですけど、来にくいところがあるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ例えばもうぶっ飛んで100万円とかの、セミナーがあるとして、じゃあこの100万円の価格っていうのを受けるって腹をくくって決めたら、これ何が何でも自分のものにしなきゃもういけないですよね。もう100万円ならだって家族の許可だって得ないといけないわけなので、家族のプレッシャーもあるし、自分自身がここまで苦しい思いしても投資しなきゃいけないっていうね、もう絶対変わるんだっていう、それだけ大きなものになってくるので、それをね払い終わってしっかり学んだ時にやっぱりものすごい力になってると思うんですよね。今覚悟の量っていう話をちょっとしたんですけども、もう一つね僕すごく大事に持ってるところがあって、例えばもう分かりやすくさっきも言ったように100万円の内容があるとして、ほとんどの方っていうのはその100万円の中身に何が入ってるかっていうのを気にするんですよ。これだけのことを教えてもらえるんだっていうようなマインドになっちゃうんですよね。これが正直僕は良くないと思ってまして、どんな内容があるかなんて正直大枠だけ見えてればよくて、この人から学ぶことによって僕もこの人が見てる世界と同じ世界が少しでも見えるようになるかもしれない、この人が何を考えてるかを知ることができるかもしれない、自分がそのステージまでちょっと上がることができれば同じ世界観が見えるかもしれない、だから僕はこれをこの人からこれを学びたいんだっていうふうに僕は受け取るんですよね。なんであくまでも与えられる側っていうのは、この内容がこの内容がこれが入ってるからこれでっていう風にもうあくまでいただく側なんですけど、そうじゃなくて自分自身がもう積極的に参加していかないといけないので、そのための投資っていう風に僕は捉えています。何度も言いますよ、自分が与えられる側からもう積極的に責任を負って自分が参加者になる、もう自分がもう積極的に変わりに行く、まずねこの考え方がね非常に僕は大事なんじゃないかなと思います。で今度はですね、やっぱりその投資した分っていうのは僕の中ではもう1年以内に必ずペイするって決めてます。なので学んだ内容がもしあればちゃんとそれを利益につなげていくってことをしないといけません。もうこれが自分の中でも僕は絶対条件になってます。必ず1年以内に、もう早ければ半年以内にペイをする、こうやって目標を決めてます。やっぱりその投資した分って、じゃあ100万円を投資したら1年間で100万円を払います。その分ペイしなければいけないので、1日いくら単価を上げて売上が上げて集客が増やして、これをいくら増やしていけば100万円を1年間でペイすることができましたと。なのでこの100万円というものをいかに早くペイできるかをちゃんと構築していく、売上なんで新規集客をここに力を入れて、ちゃんとこの学んだことを活かしてお客様の施術をしよう、でそれで単価を少し上げようっていう風になってったら、どん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 それが積み重なって1年以内にはペイができるようになりますので、もうそういう風に必ずすぐインプットしたらアウトプットに叩き込む、ここがねすごく大事だと思います。もう何が何でも投資した分はもう絶対に回収する、これがやっぱね非常にこの繰り返しでどん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 値上げができたりとか単価アップっていうのができてくるので、自分が投資しなければ多分そこは進めないと思います。そしてこれはねちょっと耳の痛い話になるかもしれないんですが、正直今お金があるかないかはもう関係ないんですよ。いや関係ないって言ったって払うお金ないよねってもちろんなると思うんですけども、僕自身の話をさせていただくと、僕まだ20代の頃とかにいろんなセミナーとかを受けまくって、でもうアメリカに行きたいですとかって言って、でアメリカに解剖実習行くのにやっぱり1週間とかで100万円以上かかったんですよね。当時もうそんなお金はなかったので、どうやったかっていうと親に借りました。恥ずかしい話、もう親に頼み込んで、俺アメリカでどうしてもこう人体解剖実習に行きたいんだよ、でもお金ないんだよって言って、でも若いうちになるべく早く経験しておきたいんだよって言って、それを親に無理を言って借りて、それでその分ちゃんと学んだことを自分の提供しているメニューの中で還元して、それを返
返すっていう形でやってるって感じですね。なので本当に借金をしてでも、もちろん借りれる状況がない人だってたくさんいると思うので、まあこれは本当僕のね、やってきたやり方なので参考になるかどうかはあれなんですけども、借金をしてでも受けるっていうのは非常にね、大事になってくるんじゃないかなと思います。例えば100万円を3年間で貯めようと思うので、3年後にこのセミナーを受けたいですって言った時に、もうそもそもそのセミナーがあるかどうかだってわからないし、100万先に借りちゃって受けたら、1年間で100万円返し終わることができるわけですね。もうそのつもりでやるので。そうすると2年後、3年後もプラス100万、100万って入ってくるわけですよ。売り上げ上がってるんで。だけど、この100万円を貯めるために3年かけてしまってたら、利益も売り上げも変わってこないし、全然トータル額は全く変わってきてしまうので、早く投資することに越したことないので、もしね、もう何でもいいので借りれるんだったら借りるに越したことないと僕は思ってます。極端な話ですけどね。僕もこの自分のプログラムの中で、いろんな先生のこう個別カウンセリングとかね、相談を受けていく中で、すごくね、出てくるのが、いや、これ投資して勉強したいんですけど、今お金がないし、ちょっと妻と相談していいですかみたいな話になるんですけども、これね、正直本当に良くない考え方でして、考えてみてくださいね。奥さんに相談するので、ちょっと答え保留にしますねって言います、そしたら奥さんはダメって言いました。そしたら奥さんがダメって言ったのでっていう理由で答えるんですよ。奥さんかわいそうじゃないですか。そうじゃないですよね。奥さんだって家庭を守るために一生懸命いろんなことを考えていて、家庭をやりくりするためにいろいろ考えてるわけですよ。そこで先生がこうやって言ってしまって、奥さんがダメって言ったからって言ったら、奥さんも本当かわいそうだと思うんですよね。まずそもそもちゃんと明確にこれを受けることで自分がどう変化していくのか、どう変わっていけるのか、もしくは変わりたいという熱い気持ちで、そして売り上げをその結果上げることによって、1年後3年後5年後10年後の家庭にどのようないい影響が起きてくるかっていうのをちゃんと説明してますか。ここね、本当に大事なんですよね。またね、ちょっと僕自身のお話をさせていただくと、ある時僕は100万円ぐらいのそういうセミナーのプログラムを、その経営者の内容ですね、受けるって決めた時に、もう決めてから家に帰り、奥さんに話しました。もう俺これ受けるって決めたし、申し込んできたんだけど、これ100万円ぐらいかかるんだってって言って、だけどこれを受けることで今自分が一番ブレーキになってるのって、こういう考え方ができないとか、ここでぶつかっててこういう風に悩んでて、だから先に進めてない気がするんだよね。で、これを受けることによって絶対的にまずもう自分をもう変える努力を頑張ってやるから、そしたら1年後3年後5年後10年後っていうスパンで見た時に売り上げはもう絶対に上がるので、そしたら子供にこういう塾を習い事させてあげれるよとか、こういう家族の時間をもっと取れるようになるよ、旅行も行けるようになるよって、そういうビジョンを明確に伝えて話しました。そしたら奥さんも OKOK 分かったよって、もうそこまでして受けたいんだね、じゃあどうやって支払っていくか一緒に考えよっていう風になってくれました。で、最近でもね、また次の高額投資をちょっと考えてるので、またちょっとそれを僕勝手に決めて奥さんに話したら、またね、分かった分かった、いいよって言ってくれて、うん、そんな簡単にいいよって言うんだって言ったら、だってもう今までも投資してきて頑張ってきたじゃん。ちゃんと結果につなげてきたし、売り上げにもつなげてきたし、営業時間も短縮して家族の時間も増やしてくれてるし、学んだ分ちゃんと還元してくれてるから、それはあなたが次にこう目指したいステージがあるんだったら、きっとなんかそれって必要なことなんでしょって言ってくれて、もうだったら早く行ってくればって言ってくれて、あとはもう一緒に考えよう支払い方はみたいな形で言ってくれると、お前かっこいいなと、そういったこともあって、家族が一つのチームになってくれてるなっていう実感があって、僕はすごい幸せだなと今はね、本当に思ってます。だからちゃんとね、僕自身もその結果に結びつけれるようにもう必死に努力はしてきたので、多分そういうね、姿も一番そばで見てくれているので、そう言ってくれてるんだと思うんですけども、まあ本当にありがたいこと。奥さんは絶対に悪者にしてはダメだと思います。一緒の仲間です。チームなので、家族というチームでどうやって前に進んでいけるかっていうのも、自己投資の中では考えていかないといけないと思います。はい、いかがでしたでしょうか。自己投資に関しては、まあ、僕はこのような考え方を持って、自分を積極的にもう進化させるために投資をしているっていう形になります。で、やっぱり実際に自己投資を積み重ねていく中で、僕自身がやっぱり変わってきたなとか、今まではこんな考え方なかったのにな、ちゃんとこう次のステージに上がれてるなっていう実感がいつもこう持てているので、やっぱりね、素晴らしいものだなと思います。
はい、それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。で、現在は8大無料特典プレゼントとしていろんなこうプレゼントをね、こういう考え方をまとめたものをギューッと詰め込んで2時間半ぐらいのボリュームの動画をバーンとアップしておりますので、そちらのね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方から登録していただき、ぜひ受け取っていただけると嬉しいです。またこのチャンネルではこうやってね少しでも有益な情報を皆さんにお届けしたいと思っておりますので、ぜひ埋もれてしまう前にチャンネル登録だったり高評価、いいね、コメント、だったり、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。